こんにちは、篠原整骨院篠原博樹と申します。 PMS 月経前症候群はほとんどの女性にあると思われます。すごく症状の重たい例もございますし、またすごく症状の軽い、なんていうんですか、肩こりがあるとか腰の痛みが出てくるとか、何かしらお腹が張ってくるとか、何かしらご飯が無性に食べたくなるとかっていうふうに、生理の前には必ず何らかの症状がございます。軽い場合はそんなに問題ございません。しかし、日常生活をスムーズに送れないというふうな症状もございます。そういう症状に関しまして、一般的な薬での症状改善というのは難しくなっていますが、当院の運動療法とストレスの解消法によって、それらの症状はことごとくきれいに解消することができます。どうぞ一度お問い合わせください。